介護言葉、関係する職種の人たち。介護福祉士は国家資格である。ケアマネージャーは介護を受ける人からの相談を受けてケアプランを作成する。ホームヘルプサービスに従事するものを訪問介護員という。医者のことをお医者さんと呼ぶ人が多い。看護師は医者が患者の診察や治療を行う際に補助する。薬剤師が薬の説明をしてくれたので安心して薬が飲める。栄養指導の日に栄養士から食事指導を受けた。父は管理栄養士から専門的な栄養指導を受けた。社会福祉士のことをソーシャルワーカーとも言う。作業療法士は指を動かす、食事をするなどの日常生活を送る上で必要な機能回復をサポートする。理学療法士は座る、立つなどの基本動作ができるように身体の基本的な機能回復をサポートする。言語聴覚士は話す、聞く、食べるなどの行為に関わる機能の訓練を支援する。音楽療法士は音楽を通して心身に障害のある人のお手伝いをする。精神保健福祉士は精神的な障害のある人に対して日常生活が送れるように支援する。理容師は頭髪の刈り込みや顔剃りをする。美容師はパーマをしたり髪を整えたりするほか化粧も行う。困ったことがあれば施設長と相談して一緒に考えましょう。事務所長は10時までは事務室にいることになっている。職員はこの出入り口を使用しなければならない。利用者に対するサービス担当者会議が開かれた。